よし、じゃあ同期します。ありがとうございます。全然違う場所で生まれて育ってきて、この作品で初めて出会ってますけど、近しいシンパシーみたいなものはものすごく感じたので、つながりはがっちりしたものになったなと思うし、みんなで同じ方向を向いて作れたからこその生まれた結晶みたいなものなんだろうなと思ってますね。この主人公というのは一番こうつかめない、きっとこう想像しながらやらなきゃいけないと思ったんですよね。普段の彼がやっているものももちろん見てはいるんですけど、何かこの作品において彼だったら託せるんじゃないかなと思って、ある種直感的にも普段の彼じゃない姿も僕自身も見たいなと思ったので、いつもとは違う彼の表情だったり演じているものを引き出せたらなと思って、まあ、半分直感、半分はこう自信を持ってというような感じで彼にお願いしようと思いました。まずまあね、主人公の綾人がそもそもこう物語の中盤で、まあね、姿をこう消していく、消えていくっていう、そこの描き方が思いつくんだけど、でもそれをトライしないしてなかった今まで、そこをやっぱ形にしていたっていうところの興味と、途中でいなくなるっていいなと思ったんですよね。別に最初から最後まで主人公っている必要ないし、まあそういうところの自分の中でなんか新しさであったり、あとはそのこの作品の中でこう登場人物たちが抱えている心のその苦しさみたいのが、とても今のなんか自分が感じているものとすごくこう共感できる部分も多くて、これは絶対に参加したいっていうところで、まあ、なんかもう直感もやっぱありますね。これは絶対なんか一緒に作った方がいいなっていうのもあってっていうような印象でしたね、うん。ほとんどなかったと思います。もちろん脚本をお渡しした上では合っているので、内容の理解だったりはある前提ではあったんですけど、どちらかというとその役みたいな、ある種こうフィクショナルみたいなものを捉えようとする作業を積み上げていくと、どうしてもまた壁が生まれたり届かない部分が出てきちゃうんじゃないかなという思いがあったので、磯村勇斗っていう人物が普段どういうものを感じて見て息を吸っているんだろうっていうところを共有しよう、僕も同じようにさらけ出すから、同じようなそういう共同体として普段の自分たちっていうものを共有する、まあそうしようねってことを前提で話してたわけではないんですけど、きっとそういう方がお互いなんか求めているものなんじゃないかっていうのをなんか話さずとも、まあ、理解し合えてたんじゃないのかなっていう思いというか、そういう実感はあったので、どうでもいいことも含めて普段の自分たちっていうものをひたすら共有するっていうことはありましたかね。僕はすごい好きでしたね。もちろん作品とか監督によってはプライベートでこう会ったりとかなくそのままクランクインしていくっていうのもありますけど、でもこう内山監督の場合はお互いの内面に何がこう普段持っているのかとか、どんなことを考えているのかを共有する、ただのこうご飯会みたいな、まあ、サウナも一緒に行きましたし、クランクイン前になんかそういった何気ない時間を共にすることで、なんかそれがそのまま現場に生きていくだろうなっていうのは僕も分かるので、そういった時間を作ってくださったのは僕としてもすごいありがたかったですし、まあ、それがあったからこそなんか現場でこう初日とかなんか変なこう不安とか、いらない緊張とかもなく集中してその作品にすぐ入れたのかなと思ってますね。積み上げるものと壊すものっていうのはどっちも大事だなと思っているので、想定したものが変わっていくことは良しとして捉えていったりもするので、自分の中でその現場に入った時にある種忘れようとすることもあったりして、さっきこんなこと監督言ってたけどって今言われて、
そんなこと言ったっけみたいなことは自分の中意識的に積み上げたものをまあ剥ぎ落とそうみたいなことをなんかある種自覚的にやってたりするので、それは編集するときにやっぱ固執したりして、あのシーンとかあの良かったよなとか、あれこう使いたいよなって どうしても自分で全てこうコントロールしながら作業していくとなんか執着してしまうっていうところがあるので、そういうものは全部忘れようとしていく、想定と違うみたいなことっていうのはそもそも、まあ、なかったしないようにしているっていうのがありますかね。だからまあそれ以上のものになったからそういう感じには当然ならなかったっていうことなんだとは思います。そうですね、こう質問されるとなんかこうエピソードとして持つべきなんでしょうけど、あまり正直なく、何かこう昨日と地続きのような感じで入っていって、あもちろんそういう息の吐き方、セリフの吐き方をするんだなとか、そういう表情になるんだなっていう、あここから作っていけるんだなっていう実感だったり、その新しさみたいなものは感じたんですけど、そのまま本当フラットに入っていって、その強度がずっと高まっていきながら最後まで終わっていくっていうような、ずっと日常の延長線上の中で潜り込んでいくみたいな感覚が初日にはあって、ずっとそれが続いていきましたかね。まあ、初日で手応えあったないはあんま僕も考えてないですし、監督の顔を別に様子を伺って芝居をしてないので、まあそれだけ綾人としての準備は自分の中でしてきたし、なんか別にそれを見てもらいたいというよりかは、まあ単純にそこの初日に撮るシーン、まあ自転車で走ったりとか遡ったりするシーンだったんですけど、まあそこでこう綾人としてどうこう日常的にあの坂を登れるかとか、特になんかその辺の気にせずやってましたけどね、うん、あやとって、まあ、いつこう消え去ってしまってもいいような状態だと思っていて、でもそれでもやっぱりあそこの自分たちが住んでいる場所、地面にちゃんと足をつけながら生きなきゃいけないっていう、脆いんだけどなぜか立っている自分がいるみたいなところをしっかり表現したいなとすごい思っていて、まあ生活にね満足して生きているわけでもなく、ただただ働いて介護して弟のことを心の奥では応援していて、でも見せなくてみたいな、自分をとにかく犠牲にしている、自分の時間というよりかはまあ他の人たちに対して、家族に対しての時間をなんか一生懸命作っている青年だなと思っていますね、うん、で最初からその主人公の交代劇っていうのは自分の中でテーマにして、1時間59分2時間の映画なんですけど、脚本でも編集でもちょうど真ん中にミッドポイントを迎えるような構成にはして、編集でもそこだけはまあちゃんと置こうというように作っていった感じはありましたかね。それはやっぱやらなきゃいけない、退場するからじゃあなくなるかっていうことはないようにしなきゃいけないので、まあ、それが最大に難しいところでもあったし興味深いところでもあったので、日本映画としてはそういう形はやっぱりやってみたいなとは思ってトライはしました。なんか後半から出なくなるからじゃあこういう計算で前半こう作っていこうかっていうのは全く考えてなくて、ただあの残された側の桐島さんであったりとか正代とか岸井さん、特に家族周りですけど、皆さんとどれだけこう撮影の時間ではない時になるべくなんかこう会話をして、なんか役だけではないところにしっかりこうお互いの存在を内側に残して行きたいなと思ってたんで、特に弟の存在と、そして弟の格闘技の試合っていうのはあの綾人にとってはかなり大きなあの活力になっていたはずなので、まあ、実際正代も本当に1年かけて格闘技をこう練習して体をつきも変えて人生かけてこの役に向き合っていたのもあの知っているので、だから、まあ、正代との関係はより深くあのプライベートの時間で作っていきたいなっていうのもあって、あやとの
生きてた残像がしっかり残ってたっていうのは、やはりみんなそれぞれの登場人物がやっぱりこう綾斗を感じながらおそらくこう演じてくださっていたからだと思うので、そこは本当にあの他の登場人物の役者さんの皆さんに助けていただいたなとは思ってますね。真面目だなとは思いましたけど、でもなんかこう語弊を恐れずと僕にちょっと似てる部分を感じたというか、それはなんて言うんでしょう、ソウルのところだったりとか考え方、日々どういうものを捉えながらもあの向き合ってるかっていうところは、全然違う場所で生まれて育ってきてこの作品で初めて出会ってますけど、近しいシンパシーみたいなものはものすごく感じたので、最近はね当然その作品を撮ってない時間が今流れてはいるので、コミュニケーションも前よりはおのずと遠ざかるんですけど、でもなんかこうどこか彼のことを、磯村のことを意識している部分もあるし、会ってもなんか昨日会ったかのように久しぶりだねっていう会話もなく、なんかまた会っている感じはするので、つながっている部分っていうのは僕自身はすごく強く感じてはいますかね。いやもう全く内山監督が言ってたことと僕も同じことを思っていて、作品を経てやはりよりこうお互いの中に生まれるこう信頼度であったりとか、まあ、ソウルって言ってましたけど、そういったつながりはがっちりしたものになったなと思うし、でもそれがなんか別にこう熱いものとかではなくて、なんかそこをいい具合にマイルドにお互い距離感を持っていて、まあマインドもそうだしメンタルの部分もお互い通じる部分もあったりするからこそ、なんか何も喋らなくても別にあのその空間が居心地がいいようななんか関係性にすごい今なってる気がするので、出会いってやっぱ不思議で、そうならないねあの関係性もあるし、でもその中でやっぱこう若きで出会ったメンバーはその撮影終わってからもやっぱみんなで定期的に集まったりしてご飯を食べたりするっていうのはなかなか自分の中でなかったので、まあ、それぐらいやっぱあの現場っていうのは非常にこう愛おしいものであったし、みんなで同じ方向を向いて作れたからこその生まれた結晶みたいなものなんだろうなと思ってますね。もちろんあるとは思うんですよ、こういうテレビ見てたよねとかこういうゲームしてたよねとかっていうそういう共通言語はもちろんあるとは思うんですけど、まあ、それってある種、まあ、表面的な部分ではあるとは思うんですけど、でも僕らの中では豊原さんも滝藤さんも結構同じようにいますし、桐島さんだって当然いるし、それがなんかこう変な上下関係だったり隔たりっていうのはないまま終われたっていうのはあるので、まあ、あまり僕たちはその若さだったり年齢ってものを意識しないし、まあ、むしろそういうことをくくることがあんまり好きじゃなかったりもするので、なんかそういうことじゃないみんなが常に若き見知らぬ者たちなんだよっていうところが僕たちの中で共通言語にあったりはするので、むしろそういった感情だったり思いみたいなものを届けられたらいいなとは思いますかね。汚れるから着替えよ。着替えるだけでいいから。あやと、ご飯にしよっか。もう十分でしょ。ダメだって。もうみんな限界だって。誰か頼むとか、どこか本当にさ。やめろ。あやと、死んじゃった。なぜ言い切れるんですか。人なんて曖昧で不確かなものですよ。だから信じるんですよ。この世のあらゆる暴力から自分の範囲を守るんだよ。頭を下げる。それまではじっと耐えろ。すいません。ごめんな。いや、謝らないでよ。楽しんだら帰っといて。